乗っちゃいます。はい。合流している動画を見ると楽しそうにしている7つの方、そして綺麗な風景、そのようなことからは今回の被害が想像できません。私たちは7つに行くことはできませんが、メッセージが皆さんの支えになってくれるといいなと思っています。そして早く復興することを願っています。7つの方と交流できたことはとても嬉しいです。いつでも応援しています。先日ニュースで巨大サイクロンが直撃したということを知って驚きました。家がなくなってしまったり、支援物資が届かなかったりと大変だと思いますが、日本にいる私たちにはなかなか想像がつきません。今一番困っていることは何でしょうか？一番必要なものは何でしょうか？私たちもできる限りの支援をしたいと思います。一日も早く今までの生活に戻れるようにと願っています。今回のサイクロンのニュースを見ました。このニュースを見て東日本大震災の被害を思い出しました。電気や水道が止まったり、食料が足りなくなりました。私はその時とても辛く悲しかったので、皆さんの辛さや悲しいことがわかります。みんなに普段の生活や笑顔が戻るように、日本でできることを精一杯頑張ります。日本で会えるのをとても楽しみにしています。頑張ってください。応援しています。しっかりこれは何流のお友達にお知らせしますのでね。そうだよね、みんなも東日本大震災の時にね、牛久も水が出なかったりという大変な思いをね、経験したもんね。ガリルの子も同じで、今水道が出なくて飲み水がない状態なのね。でこの間私も持っていたんだけれども、それでもガリルの子供たちはみんな元気に学校で遊んでいました。こういうね、遠い日本からもみんな応援してくれてるっていうのを知ると多分心強いと思うのね。この気持ちしっかり伝えますので、これからも流れ流の子どもたちと交流していってください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。はい、はい、それではこちらは牛久にしろ PTA 会員一人一人の気持ち、少ないですけれども、バナツのバカリリーショーはこの復興に使ってください。ありがとうございます。紹介いたします。こういう親御さんたちからも、はい、ご支援いただいて本当にありがたいです。学校のために使わせていただきます。はい、牛久2小の皆さんから支援いただきました。しっかり曲がれるように届けたいと思います。